首都圏と能登半島を結ぶ能登里山空港が今日開港20周年を迎えました。20周年の節目の今日は、午前の羽田便が滑走路に降り立つと消防車の放水によるアーチが出迎えました。県によりますと、去年7月7日から1年間の能登空港の利用者は速報値で12万1157人、搭乗率は 54.6% にとどまっています。おととし7月からの1年間に比べると2倍に増えていますが、コロナの影響を受ける前の16年目には届いていません。空港の到着ロビーには奥能登の夏祭りなどを楽しもうと観光客の姿が見られました。なんか賑やかだった、前よりか。前は寂しかったね、お客さんが少ないんで。能登里山空港では明日から2日間、20周年記念イベントが開かれます。